この商品は15歳以上の方を対象にしております。誤飲や怪我の恐れがありますので、お子様には与えないでください。またこの商品はお払いをしておりません。しかし妖怪や異様のものを心から愛していれば問題はないのですよ。おーい、ドーンと荷物が届きました。はい、こんにちは、兄です。ですね、風邪で倒れていて、まあ、倒れてる間もいろいろね、物が届いたりとかしてたんですけども、まあ、その届いていたものの一つでございます。今日はね、開封をやっていきたいと思うんですけども、どこから荷物が届いたかっていうと、モグラの穴っていうね、ショップさんから届いた荷物でございます。モグラの穴さんはですね、デザイナーズソフビとかね、そういう系列のソフビを扱ってるショップさんなんですけども、普通の人はね、なかなかそこにたどり着くことはないとは思うんですけど、面白いものいっぱい売ってるので、ちょっと気になる人は後でちらっと見てみたらいかがでしょうかっていうところで、リンクは説明欄の方にね貼っておきますので、興味ある方はそちらからどうぞ。で、そのモグラの穴さんからね、注文していたものが届いたんですけど、中身ね、ちょっと開けてみていきましょう。いやー、僕もね、初めて買ったんでね、結構どんな感じで来るのかよく分かってないんですけども、楽しみです。さあさあ、行きますよ。やっぱね、こう開ける瞬間が一番楽しいですよね。よいしょ、そい、さあ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 、はい、いろいろ、緩衝材が入っていて、注文のお品のね、いろいろ明細書とか入っていて、プチ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 、よし、さあ行きますよ。はい、こちらでございます。このプチプチに、あ、見えちゃうプチプチにくるまれた2個。あ、テープがかわいい。なんかね、ハロウィン仕様のテープみたいなのでね、止まってますね。じゃあこれね、プチプチも外しちゃいましょう。こっちからいきます。はい、出ました。うわ、めっちゃかわいい。いやー、やっぱこれ買ってよかったなー。いやー、嬉しいですね。3月本邦さんの、水木しげる機械漫画ソフビ列伝猫娘ですね。これは3期なのかな、猫娘、3期ですね。あんまりね、僕はね、そのカラーリングがどうこうとかこだわってなくて、とにかく今回は鬼太郎ファミリーをね、全員集めたいっていう、そういう思いでね、購入してるんですけども、僕の知ってる猫娘ですっていうか、猫娘もね、いろんなバージョンあるし、アニメと漫画でも全然違うし、一番なんかこう馴染みのある顔つきのね、猫娘かなっていう気がしてますね。アニメの方だとだんだん可愛い路線に入ってって、最後の方とかもうなんか美少女みたいになっちゃってましたもんね。まあ、そういうわけで今回ね、購入した3月本邦さんの猫娘でございます。そしてもう一個、もうね、こうなったらね、何が来るのかって大体わかると思うんですけども、もう一個いきますよ。じゃじゃーんと、来た。コナキジジイです。いやー。笑っちゃうな。いいですね。目の感じがね、非常にいいです。あ、これ、ここの部分はシールなんだ。金っていうのは、ここシールだよな。あ、ここ塗装じゃないんだ。これ塗装だったら嬉しかったな。杖とかもね、結構いい感じで。これ2パーツでできてるのかな。いやー、なかなかいいですよ。これも同じね、3月本邦さんの水木しげる機械漫画ソフビ列伝のね、一つなんですけども、3月本邦さんも、通販やっていて、で、3月本邦さんもね、僕、この間ね、目玉の親父のシルクハットかぶってるのと、あとあれです、砂かけババアね、買ったので、届くのはなんか11月末みたいな感じで出てたかな。だからまあそれでね、ある程度その鬼太郎ファミリーがね、こう揃ってくるっていう感じで、あとはちょっと前にね、塗り壁とかも売っててね、それはその時ね、ここまでその他のキャラクターたち買えるかどうかちょっと分かんなかったんでスルーしちゃったんですよね。今になってから塗り壁が欲しくてしょうがないっていうね、まあそんな状況になっております。
うん、まあそのうちまた何かしら再販があったりとか、あとはまあどっかね、あのマンダラケとかオークションとかでちらっと出てきて、もし買いそうだったら買っちゃおうかなとか、そんな感じでいるんですけどね。3月さんのホームページのリンクは説明欄の方に貼っておきますので、もしね興味のある方はそちらから飛んでみていただければと思います。水木しげる先生のねキャラクターや、あとは妖怪、あと怪獣関係とかの特技とかもね、あの作ったりしてますので、あとね制作秘話とかそういった部分もねいろいろ見れるので、特技好きの人はねかなり満足できると思います。猫娘と小泣じじいに関してはちょっと動画を作る予定はないんですけども、まあ、チャンスがあればあのねここら辺の動画も作るかもしれないです。ちょっとねやらなきゃいけないものがいっぱいありすぎて、どこまでできるかっていうところなんですけども、あのね紹介したい特技ってすごいいっぱいあって、うん、あのたまりにたまっちゃってるんですよね。まあできたらねここら辺のものもやっていこうとは思ってはいるので、うん、どこかで出すかもしれないです。それではまた次の動画出しましょう。バイバイ。猫娘めっちゃ可愛いんだよね、本当にすっごい嬉しい。